さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今日はね、ちょこっとこんなことしかやらないんですが、撮りだめがないということでね、まあしょうがないんで動画をね撮らせていただきました。で、今回ですね、アセットさんからきっと提供していただいております西部警察のスーパー Z の44巻となっておりますので、こちらをやっていこうと思います。で、今回何やるの?言うとエンジンの組み立て3ですね。こちらをやっていこうと思います。では、パワーステポンプリザーバータンクの組み立てと、お、噛まずに言えた。まあ、ちょっとね、その間に点があるんですけどね。パワーステポンプリザーバータンクの組み立てというふうになっておりますね。そちらをやっていこうと思います。いやー、取りやめがなぜないかと言いますとですね、机の上掃除してました。思いっきり掃除したレベルがこれかっていうレベルの思いっきりぐらいしかできてないんですけど、やりました。机の上がまあね、ぶっちゃけというか、もう皆さんね、長お付き合いの方ご存知かと思われますけど、ナベさんの机の上ちょっとね、いろいろゴタゴタするとすぐに汚れてしまうということで、まあちょっと一回も思いっきり掃除しようとか思って、だけどちょっと待てよと、もう物は増える一方に対して、置き場がないぞというふうに思って、あ、じゃあモニターをさ上に上げればいいじゃんって思ってさ、モニターをね上に上げたんでございます。で、今机の上をねガッチャ掃除してたらね、どこに何を置いたか半分覚えてなかった今。まあっていう感じでね、よいしょ、モニターがね今目の前に2つ並んでるんですけれど、それをちょっと下になんかこう置けるようにすれば、ちょこうねユーティリティスペースが増えるんじゃないかなと思って、ホームセンターでさ霧でできた板があるの、すごい安いんだけど、それを買ってきて、でその下に発泡スチロールのレンガみたいなやつをスコッて入れて、こう段にこういう風になっています。いいよ、それだけで、もうそれだけで全然もう使える場所が増えた。ちょっと思ったのよ、使えるスペースを増やすということは物が増えるということ、まだ置けるじゃんみたいな風にさ思っちゃったりなんかしてさ、いかんかったかなとかちょっと思っちゃった。まあそんなこんなでね、まあとりあえずは机のね使える場所を増やして、まあ、ちょっとね、もう、なんとかこう、さ、綺麗に、を保ちたいと、まあ、いつも思ってるんだけど、なかなかね、そうさ、思ったようにはいかなくて、なんせ、嬉しい限りですが、案件が多いよと。嬉しいですよね。案件が多くて困るなんてね。それだけね。結構、リピートでね、いただけることもね、よくあるんで、嬉しいです。本当に嬉しいです。もしね、これ見ている、ね、方でもね、何か、なべさんに宣伝してほしいっていうね、方いらっしゃったら、ぜひ。あ、危ねえ、飛んでいくかと思った。ぜひね、お声がけいただけたらと思います。いや、もう全然いいんですよ。一般の企業とかでも全然いいんですよ。例えばさ、ね、なべさん、ちょっとうちの会社紹介してよとかさ、全然いいですよ。特にもう、ね、どんなジャンルでも、まあね、ちゃんと入念な打ち合わせもねしましてね、こんな会社がありますよと、従業員募集してますよとか、お仕事募集してますよとかね、こんなことが得意ですよとかさ、まあね、私もね営業とかそういうのやったことあるんで、まあ、その辺はうまく説明はできると思いますんで、ぜひねお声掛けいただけ、もうねそういいんですよ、使えるものは使ってもらえばいいんですよ。あ、ナベさん使えるかもしれんと思えばね、いいんですよ。でね、カッターナイフが見つからない。カッターナイフがあったやつです。まあそんなところでですね、まあどうでもいい話じゃないんですけど、今エンディング曲とかで、王ちゃんの曲がね、流れてるんで、みんなダウンロードしてね。で、ね、王ちゃんの曲、ね、なんだろう、いいよ、いいってざっくり言っちゃうとあれなんですけど、結構自分もさ、やっぱり最初はさ、やっぱりちょっとね、王ちゃんって身近な人間じゃない、自分からすると特にね。で、やっぱりちょっとこうね、聞いてるこっちも若干なんかこうこっぱずかしさがあってみたいなところはあったんだけど、
でもやっぱりね、こう音楽を聴けば聴くほど、うん、なんかよくて、やっぱその動画エンディング曲をさ、やっぱり編集してるっていうのと、あと自分でね、車で聴くのに、あの、プレイリストに入れてるから、よく聴くの。で、そうすると、やっぱりね、こうね、一発目では気づかなか、一発目はそういうちょっとこうね、若干なんかこう、聞いてるこっちも恥ずかしいような感じのねところもあったんだけど、あ、素直にいい曲だなっていうね。で、気がつくとちょっとこう口ずさんでたみたいな感じで、まあ、その王ちゃんだからとかそういうのじゃなくて、まあ、普通にあ、ダウンロードしてよかったっていうようなね感じでしたね。概要欄の方にね、そのどういったあれかっていうの、ダウンロード先みたいなのとか、結構たくさんのところからダウンロードできるんでね、皆さんどっかそうね、噛んでるところがあればね、ぜひ噛み合うところがあればそこからダウンロードしていただいてもいいかなと思います。そう、たくさんねダウンロードしていただければ、そのね、王ちゃんだってさ、次の曲へのステップアップにねなりますんでね、もう私としてもこうね、王ちゃんね、身近な人間だからとか知り合いだからとかそういうねのではなく、本当に純粋にまたなんか次の曲、あ、どういうのが出るのかな、ね、出してくれるかなっていうのとかね、ちょっと楽しみではあるんでね、まあ、そういう面でやっぱりステップアップになるためのに、ね、皆さんが購入していただけるといいなって思う。まあ、そんなねプラモデルよりも全然安いしね、手軽なところではありますんで、ちょっとね協力していただけるといいなって思います。この前風呂入りながら口ずさんでたちが鼻歌歌ってて、なんか脳内で再生されてたわ。もうなんかその頃にはなんか、まあ、王ちゃんの曲っていうのはあるけど、うん、それ以上のなんかこうね、また別の本当にミュージシャンとしての音楽を聴いてた感覚だったな。すごいね。でもね、曲を出すってすごいよ本当に。王ちゃんはそんなことないよっつってね、謙虚ね、 あんだけこうねハキハキ喋る人でもね、結構ね謙虚なんですよ、やっぱり人間がいいからさ。だからね、だけどやっぱりね、その例えば本当に簡単だとするよ、だとしてもさ、やっぱりその行動に示すかどうかっていうところって大きいじゃない。やっぱり言うだけならね何とでもなるんだけど、あのやっぱりちゃんとそれがね形としてできたっていうだけでさ、それだけでもう本当にマジですげえなって思う。なかなか難しいからね、言うは楽だけど実際に行動するのは難しいよ。だからなんか、まあ、正直ね、あ、羨ましいなと思ったもん、うん、その行動力にしてもね。これネジどっち使うんだ、ネジ短い方。うん、なんかね、いいよね、かっこいいよね。ちょっとまたそういった面もね、あって今後に期待ですわ。これは接着しない。なんか思ったよりやること多いな、これ。やっといてよかったな。いいやと。くるくるっと。これでできたという感じですね。で、プーリーの取り付け。だから、前回作ったこれですね。こっち向き。いや、もうまだ全然どうでもいい話がいっぱいあるんだけどさ、この前本当どうでもいい話なんだけど、あれなんですよ。どうでもいいよ本当に。ヨシキューに行ったらさ、肉がビビるぐらい多かったの。いや別に大盛りにしたとかそうじゃなくて、よくあるさ、ダブル定食っていうのが今あるの。今っていうか、まあ、ちょっと前、結構前からあるんだけど、要は何だったっけな。二種類の肉が食べれるやつがあって、値段も別にそんなめちゃくちゃ高くないんだけど、それを頼んで、普通さ、やっぱりああいうチェーン店とかでさ、そういう牛丼とか頼むと肉少ねえみたいなさ、感じになったりするじゃない。なのにさ、ちょっともういいかなっていうレベルのぐらい乗ってた。何この量とか思って、すごい。じゃあこの前さ、すき家に行ったらさ、もうね、ビビるぐらい少なくて、肉の量が。おい、マジかこれっていうぐらい、まあそこで文句はその場では言わなかったけど、心の中でずっと思ってて、今この場で発散しちゃってるけどさ、ビビるぐらい少なくて、牛皿頼んじゃったもん。結局さ、なんか会計したら1000円超えちゃってさ、俺1000円で
これなんか不満ダラダラで帰るのって結構辛いわとか思いながらさ、もう二度といかんとかもちょっと思いながら、最悪だったな。で、まあやっぱり吉野家だよなとか思っていて、吉野家行ったらさ、いやもうちょっとこんなにいらんけどなっていうぐらい肉が乗ってて、まあね、私もね、そうね、食いしん坊だからね、あの肉が多きゃる嬉しいんですよ本当に。いやもうちょっとビビった。逆にもうなんかこうね、肉の入れ替えかなんかでもう残りすべて入れたのかなぐらいのレベルの量だった。ちょっと多すぎ、ちょっとくどかったぐらい多かった。まさかそんな吉野家でそこまで思うほど量が入ってくるとは思わなかった。別に大盛りでも何でもなかったんだけどね。あ、入らん、硬い。吉野家うまいわ。いや入んないですけど、ただね最近ちょっと閉まるのが早いんだよね。そしてついに出てできてしまったガモゴリにっていうか、鍋さん家から歩いていける距離についに松屋ができてしまった。ちょっと松屋の、ね、家近いし制覇してみようかな。できた。ジャンドカードのメンバーとね、まあの一部とね、のメンバーとあの松屋に行ったけど、みんななんか、お、いいじゃん、カツ丼おろし、鬼おろしカツうまいし、みたいな感じだった。よし、こんな感じでございます。どうでしょう？今回ね、ファーステポンプとリザーバータンクの組み立てと、プーリーの取り付けというふうになっております。今回はこんな感じでございますが、次回ですね。次回は何、どうなんの？次回はですね、ちょっと待ってよ。エンジンの組み立て4ですね。ちょっと内容わかんねえな。だけどね、スーパーマシンメカニクスっていうページがあるの。そういうところになると、スーパー Z 操作パネルっていうところなんでね。まあ、やっぱりその操作パネルっていう風になると、おそらくですけど、その、ね、この西部警察用のスーパー Z っていうのの、特別なそういう操作パネルだと思いますんで、まあね、普通の一般的な車にはない操作パネルとなってくると思うんですけれど、そちらのことがねしっかりと書かれているような感じになってるのかなということでございます。なっとこうかな。ということで今日はねこの辺で失礼させてもらいます。ではまた。